作戦を確認します。レオーネメカニカ社の循環型電源施設メガリスを攻撃します。施設の機能を完全に停止させることが目的です。メガリスには防衛用の対空固定レーザー砲が同心円状に多数設置されており、上空からの破壊対象接触は困難です。中央棟最下層部から内部に侵入し、発電用の大型タービンを全て破壊してください。以上、作戦の確認を終了します。作戦目標、中央棟内部大型タービンです。最下層部から棟内部に侵入してください。無事でよかった。帰りましょう。